どうもトライトです。マイクラのマーケットプレイスで購入したマップをダウンロードするときに、このようにダウンロードが止まって全くダウンロードできない状態になることがありました。こうなってしまうと他のマップも同じように全くダウンロードができなくなり、このようにダウンロード中で止まってしまいます。せっかく購入したのに使えないとなるとかなりの大問題ですね。早くこちらが治るといいのですが。ただこちらは修正を待たなくても自力で直す方法を見つけました。ということで今回のマイクラ豆知識は、マーケットプレイスでダウンロードできないバグの対処法を紹介いたします。なお今回の対処法は無理やり直した感があるかもしれません。この方法をやる場合は自己責任でお願いいたします。なお今回は PC 版のみです。それではこちらのバグの対処法を紹介いたします。まずバグの原因となっているフォルダを開きます。保存先がデフォルトであればこちらのフォルダまで検索して開きます。こちらは概要欄に用意しておきます。そしてこのようにフォルダがありますが、ここにあるダウンロード添付フォルダを開きます。その中にはこのようにずらりとファイルがあります。そしてこちらのファイルをすべて消します。これだけです。ちょっと怖いかもしれませんが、これでダウンロード中のマップが元に戻ります。簡単でしたね。そして購入済みのマップを見てみると、ダウンロード中のマップがなくなりました。そしてマップをダウンロードすると、このようにちゃんとダウンロードができるようになりました。これがダウンロードできないバグの対処法です。他のマップもこのようにちゃんとダウンロードができます。もしこのバグになってしまったら、こちらの方法で直してみてください。以上、統合版マインクラフトのマーケットプレイスでダウンロードができないバグの対処法を紹介いたしました。このようなバグが起こった場合はこちらの方法で直してみてください。ただし自己責任でお願いいたします。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。